まずスタートです、ねスタートまあ県制から入ったんですけれども、ねまあ、園田選手が前から行きましたね、清水選手と園田選手ラインですから7番、2番、ここ2人並びますね、前受けです、そしてその後ろなんですけども3番の河村選手がいますから阿部選手がこれから上昇してきますね。 自力ということで、六番、三番、八番という上原選手までついた関東勢ですね。そしてその後ろなんですけども、一番の古傷選手、そして五番の渡辺ト選手ですね。古傷し古傷選手もね、ここは自在足が採えますからね、前前に踏みながらさばきながらまくらしっていうのは素晴らしいものがありますよね。渡辺ト選手もね。えー 最近も非常に調子がいい選手ですので、まあ、この1番、5番のラインというのは気になるところですよね、えー、最後方、4番の竹村選手、えー、そして佐々木唯一選手なんですけども、えー、佐々木唯一選手の浮上というのはやはりこの竹村選手にかかっていると思いますよね、えー、竹村選手はもともとは先行まくりでそしてインニバりもして、えー、自在な選手ですので、まあ、後方から1回抑えたところをどこを狙っていくかですよね。 あとはまくり上げながら佐々木選手にスピードをね渡せてもらったスピードをもらった佐々木選手がどこまで突っ込むかというようなレースになってくると思いますいずれにしろここ竹村選手からすると同じタイプ小生選手がいますからねやはり小生選手の動きっていうのは警戒しなけければいけませんよね、はい、前で受ける清水選手なんですけどもやはりここ。 阿部大樹選手が先行意欲満々ですので、ね、やはりそこはどう対処してくるのかが SKS 班として問われるところなんですけども残り2周の赤番前ですね最後方から竹村選手が上昇してきましたそして1番の古生選手がねここそのラインに追走するんですけど古生選手が前いですよねやはりここ竹村選手を切ったところがまた古生選手の、ね、素晴らしいところですよねそしてそこを必然と6番の阿部選手が先行と。 いうところで四番手がすんなり取れましたね。えー、これはさすが古川選手だと思いますね。え六、ー、番三番八番関東勢ですね。 阿部大輝選手がいい仕事をしましたね、やっぱりしっかりと河村選手、上原選手を連れて最終ホームから全開ですよね、阿部選手がこれだけの力を発揮すれば河村選手も力強いですよね、4番の滝村選手がまくるんですけども、先まくりで河村選手も古生選手をまくり上げるんですけど、その上をね、 小水選手、ねここ外行かないでまっすぐ踏めば、えー、自らも3着まで入れたと思うんですけども、えー、前で番手まくりをする河、えー、村選手外からまくり上げてきた清水選手、えー、そして大外を、ねえー、突っ込んできた佐々木悠選手と3番、7番、9番で、えー、どの選手も,、ね、もうまくり合戦なんですけども非常に、えー、デッドヒートで素晴らしいレースだったと思いますね、はいえー、このような11レースでしたね。